原神基礎知識武器の突編。こんにちは、コバトーンです。武器の突がわからないですとコメントいただいたので回答します。武器は同じ武器を精錬によって合体することでランクを上げられます。これが突です。イベント配布武器や釣りで入手する武器は特別な精錬素材を使用するので同じ形状ではない場合があります。突して変化するのは説明欄に書いてある内容。例えば祭礼の剣であれば確率発動のため確率の数値が上昇します。青文字で書いてあるので分かりやすいですね。ちなみに精錬画面に行けば次のランクで伸びる量を確認できます。突による能力アップはランク1からランク5まで上げると概ね2倍になります。例外も多いので目安程度に覚えておきましょう。逆に武器の攻撃力やサブ効果は突で変動しません。精錬したからといって強くなるわけではないので要注意。ベネットや九条サラ、ファルザンみたいに基礎攻撃力が欲しくて装備する場合は突しなくて OK ってことですね。基本的に突した方が強いですが、祭礼シリーズや清風シリーズみたいに適正キャラが多い場合は2本育てた方がいい場合もあります。相性を考えて突していきましょう。参考まで。